今回の質問、孔子さんから見て、今の日本はどう評価しますか？結論から申し上げますと、現代の日本は道徳と倫理を重視し、家庭や社会の調和を築くことが大切でございます。孔子として、私は日本の文化と伝統に敬意を表します。日本では、かつて、私の教えが古来より尊重され、その影響は明治維新後も色濃く残っております。しかし、現代の日本は経済成長や技術革新により多くの利益を享受していますが、その一方で道徳や倫理の衰退が見受けられることもあります。私が伺ったエピソードによりますと、現代の日本では、若者たちの中には尊敬や礼節を忘れる者もいるとのこと。例えば、駅のホームで老人に席を譲らない若者や、目の前の人に対してもスマートフォンを使い続ける者がいるそうです。私の教えでは、人子を重んじます。人とは、他者への思いやりや共感を示すことです。また、礼を大切にし、他者との調和を尊重することも教えております。これらの教えを現代の日本にも適用すれば、社会の調和が保たれ、人々が幸せに暮らすことができるでしょう。現代の日本が私の教えを実践すれば、若者は自らの行いを顧み、他者への敬意を持ち、家庭や職場での調和を大切にするようになるでしょう。これにより、道徳と倫理の向上が図られ、日本社会全体がより良いものとなることでしょう。私から、現代の日本に対するアドバイスを続けさせていただきます。教育の重要性、若い世代には、道徳や倫理、礼節を教える教育が必要です。学校や家庭で、親や教師が子供たちに良い行いや心構えを伝えることが大切です。社会参加の価値、人々は地域社会に参加し、互いに支え合うことで調和のある社会を築けます。ボランティア活動や地域行事への参加を通じて、人々の絆を深めましょう。自己反省と向上心、人は常に自分の行いを顧み、向上心を持って成長を続けるべきです。自分の過ちに気づいたら、謙虚に受け入れ、改善に努めましょう。私の名言で締めさせていただきます。己欲し立て自立人、己欲立ちしか立つ人、自分が立つことを望むなら、他人を立たせよ。自分が成功することを望むなら、他人を成功させよ。この言葉は、他者への思いやりと共感を示す、人子の精神を表しております。現代の日本が、この教えを心に留めて行動すれば、調和のある社会が築かれ、人々が幸せに暮らすことができるでしょう。